プレミアリーグ史上最年少出場記録15歳と181日アーセナルイーサン・ヌワネレメンシュやっていきたいと思います。自分は15歳の頃ね、 PSP でモンスターハンターやってました。確かなんでかわかんないですけど、塾帰りにイビルジョめちゃくちゃ買ってました。それがね、15歳の思い出ですね。そんなことは置いといて、冨安選手とね、同じアーセナル所属のこのエンワネリって書いてあるんですけど、多分ヌワネリなんですよね。新搭載されたばかりの選手で、今後が楽しみすぎるヌワネリなんですけれども、 3000GP で獲得可能、破格の安さ、さらには星1なんですけどね、性能がね結構強く、まずですね、2列目からの飛び出しプレイスタイル OMF でガンガン抜け出してくれる、左利きっていうのいいっすよね。レフティ瞬発力とボディコントロールがね96、99、星1の選手は初めてのメイン仕様になるかな。オフェンスセンスも85と、ウィザーズ足裏コントロールアウトスピンキックと、ちょっと前に全員15歳中学生スカッて世界に挑むっていう動画出したんですけど、ヌアネリね、そこに入れますね。それでは新搭載若き神童天才ヌアネリ飯やっていきましょう。改めて15歳ってすごいっすよね。ヌアネリカウンター、さあこれ来た、カウンターゴー、ナイス、リューディガーをぶち抜く、リューディガー無事抜きました。さあリューディガーが後ろから来るか、このタイミングでムバッペ、ヌアネリ、いや、ナイボー、惜しい、ヌアネリ、ヌアネリ、おーい、さあ来た、ヌアネリヘッド、まさかのファーストゴール、ヘディングシュートでね、絡みながらね、中央に、地上ではなく空中、うわー見せる、シザーズから曲げていきたいけど、ここは無理か、さすがにディフェンスも硬いからね。来た、飛び出していく、キックフェイント、うわー、ヌアネリアディショナルタイムに見せた、すげー、ドリブルテクニックからの完璧シュートでしたね。この時間帯で決める15歳スター MOM、 くー、しびれるねこれは。いや、ここね、ロベルカルからボール奪って、このキックフェイントの深い切り返しから、ちょっとアウトにかかってんだよね、シュート。アーセナル、若き15歳、ヌアネリのね、テクニック、さっきの試合すごかったっすね。ヌアネリでいいんじゃない？これ、大事になりますよね。シザーズ、そう、ヌアネリで緩急を生かすと。そうですね。かなりね、やっぱドリブルの間合いがいいですね、ヌアネリ。まずは挨拶代わりのシュートを。さあ、これはヌアネリ、やべえ、何今の、ちょっと待って、ゴラッソすぎる、バケモンボレー、これが15歳、すさまじいっすね。レンジサンキュー。ここからの飛び出していく、んで、ここ、さあ、ライボー、絶妙、ムバッペのヘッド、ロケットヘッド、ヌアネリアシスト、足元のね、技術の高さからアシスト、そこはムバッペのラインブレイクを逃さなかったね。よーし、得点に絡みというか、1点目のボレー、あれやばくねえか、もうぶっ壊れすぎてね、シュート。アーセナルの15歳半端ないって、これやべえ、気持ちよすぎる、スーパーゴラッソ。あのね、左足ボレーを決める選手はなかなかいないですよ。ヌアネリ来た、おっしゃー、スライディングかわしていく、2枚かわしてね、しっかりスライディングのところを受けてからのシュート、キックエンド来ましたね、右足逆足で決める。瞬発力がね、かなり高いので、ああいう場面でもね、しっかりとしたドリブルができますね。ほっほっ、うそ、取られてないの、取られてない、なんだ、魔法使ったのか、
魔法を使ったノアネリがボールを失わずに連続ゴール。すげえ、もう得点、魔法を使ったね。このね、完全にシュート打つモーションからのキックフェイントは最高でしたね。お次ラスト行きましょう。ラスト、ヌアネリ、アーセナル15歳、異次元のね、テクニック持ってる。トップチームに15歳で出場するって凄まじいよね。足元のテクニックとね、ヌアネリのポテンシャルを出していきたい。うわー、ちょっと待って、聞いてない。それは聞いてない。おっしゃー、ナイスドイヤー。よし。さあ、ポック当てて、ヌアネリ、バラン突破。どうしよう。縦。いけー、よーし、なんだこのドリブル、すごい。星1選手とは思えないですね、15歳の突破力。最後のさ、あそこもちゃんと決める。いや、怪物と言えるでしょう。 OK、 ここはしっかりターンしていきます。そしてパス、久保建英へ内包、縦入ってシュート打ちたい。ムバッペ、痛い、ムバッペポスト蹴っちゃった。痛いね今の、絶対足痛い。ボールと間違ってというか、もうどうしようもなかったね、ポスト蹴っちゃったもんね。間違うも何も難しい、あれは。これをカットします。いいとこですね。いや、えぐいね、やっぱすごくない、ヌアネリのさ、体の使い方。抜けるからね。いやー、ヌアネリ最高。この位置で受ける。そして受けてターンしてキックフェイントからシュートまで持ってくるかい。よーし、最後の試合もね、輝きました。ドリブルからのゴール。オディコン瞬発がね、マックスぐらいでね、オメセンも85乗せて、大柄の選手じゃないんで、小回りのところもね、かなり効く。ヌアネリがとにかくもうワクワクするようなプレー連発してくれましたね。ぜひ皆さん、15歳アーセナルの神童を獲得して使ってみてください。この選手使ってほしいなどコメントもガンガン待ってます。またいろんな選手を使っていきます。さよなら、バイバイ。